も内山美恵です。バーベキューの時に燻製を作ったんですけど、ただでさえ美味しい食べ物を一味味付けをしてスモークにした時のもう美味しさまた再現したいと思ったんですけど、なかなかねバーベキューって気軽にちょこちょこっとできるものじゃないじゃないですか。わざわざ外に行って設置してね、炭を起こしてっていう手間が大変で、そんな時でないと燻製って食べれないのかなって思ってた時に、家の中でも燻製が作れちゃうこちらのセットを購入したので、早速見ていきたいと思います。ちなみにこれ固形燃料別売りでいります。はい、なので私これ216円とかだったかな、ホームセンターでフライパンとかの調理コーナーにあったので見つけるのすごい難しかったです。はい、そっちに安く売ってるのでこちら要注意でございます。今回使うのは黙々クイックスモーカー S って書いてある同志社さんの燻製キットですね。中にレシピと燻製の桜チップが入ってます。中広げていきます。はい、中に入ってるものはこんな感じです。 1,2,3,4,5,6,7 点とここに取扱説明書注意事項レシピがついてます。これが一番下の器ですね。でここの穴の部分に固形燃料を入れて設置、そしてこの蓋をつけて、ここに桜燻製チップ、これ全部じゃないんですよ、小さじ1ぐらいを入れるのかな。そしてお皿をして蓋を閉めると、これはここの穴からこういう感じで火を消すらしいんですよ。流れはこんな感じなので実際に料理を入れてやっていきます。基本的なスモークのおすすめの商品は書いてあるんですけど、これを参考に何個か具材用意してみました。1個目がゆで卵を作っておいたのと、仙台駅でね新潟フェアをやってた時に村上市の上林ハムさんが無添加ハムを出してたんですよ。加工食品で無添加ってすごいレアだなと思ってこれ買ってたのがあるので、ハムを燻製にします。そしてチェダーチーズと、ちょっと挑戦があってアウトドア本を読んでた時にポテトチップスを燻製にしてたんですよ。超食べてみたいと思ってたんですけど、前回それ用にチップスは持ってってはいたんですけど、そのままの味が美味しくて食べてすっかり燻製にするの忘れてたんですけど、これ小池屋さんのポテトチップスなんですけど、皆さんこれ見たことあります？今金男爵って言って北海道の今金町の芋を使ったポテトチップスで、全国の流通量がわずか 0.3% で、これ数量限定だったんでネットで買ったんですよ。レアな小池屋さんのチップスの薄塩と海苔塩味を購入しておいたので、ここに載せていきたいと思います。じゃあ問題は乗るからな、これもう店員が限られてるからね。ここ今回はテストだからね、量よりもいろんな種類乗せれた方がいいから、ベーコンみたいな切り方にすればいいのかな。あ、結構分厚い。ちょっとはみ出しても大丈夫だよね。よし完成。もうこんもりもりもりでござる。一人の一食分って考えたらちょうどいいお皿サイズだと思います。やっていこう。うまっ、うん、その1、この台座に固形燃料を置きます。次、受け皿にお好みの燻製チップを小さじ1入れます。
小さじ1は 1.5g だそうです。台座にセットしてください。はーい、あ、違うわ。これ入れて台座にセットしてください。はーい。調理皿を受け皿に乗せて食材を置きました。ガラス蓋を台座にかぶせて、入るかな、あ、入った入ったもうカンカンに入ってる、カンカンに。欲張りバリューセットみたいになってる。はい、蓋閉めて固形燃料に着火をしてください。いきますぜ。あ、ここね、あの、鍋敷みたいなのが必要だそうなんで持ってきます。鍋敷がない、着火しちゃう。よし、じゃあ行きます。おー、来た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 。熱いかな。お、今んとこ大丈夫。着火しました。熱くならないうちに。はい、良い子は真似しないでね。で、着火をして、あ、書いてあった。チーズの場合5分燃やします。ベーコンとか、ベーコンの場合が8分で、ゆで卵も8分なので、ここは8分もしてから、あ、8分もし、ここは8分もしてから、もして、も、もや、も、も、燃やしてから8分後にこの火消しで蓋をします。じゃあ待とう。携帯8分、じゃあ8分待ちます。今1分ぐらいなんですけど、火は普通に燃えてるんですけど、こんな感じでまだスモークっぽいのはないですね。ただちょっとここら辺が結露してきて曇ってきました。お、今2分ぐらい経ちました。うっすらと白い煙みたいなのが立ってきた。今ね、半分の4分が経過したところ、ちょっと燻製の香りが周りでも感じますね。あー、チェダーチーズはこんな感じでドゥルンドゥルンに溶けてしまいました。バーベキューと同じ種類だったんですけど、これはかなりの高温になるから難しそう。はい、だいぶ焼けてるって感じですね。はい、ちょうど8分が経ったので、ここでこのスプーンを使って火を消します。あ、逆だ、よいしょ。あ、これで消えたかな。うん、火消えたみたい。あとはこの状態で10分そのまま待つと完成です。なんか普通に燻製というよりもう焼いてるって感じだね。ちなみに火消した後ももうずっとこんな感じでグツグツしております。普通にグラタンとかできそうな感じだね。はい、もうすぐ10分です。かな、もうそろそろかな。よし、あ、10分になりました。それでは開けていきます。せーの、オープン。わお、こんな感じです。チーズは溶けてしまったけど、真っ白い卵がもう燻製のスモークされた色になってますね。ハムもめっちゃ美味しそう。もうスプーンなのか箸なのかフォークなのかわからないけど、実食。まずは溶けたチーズ食べたい。色はがっつりスモークの色。いただきます。うまっ。うん、しょっぱい。形は良くないけど味がめっちゃ美味しい。うまっ。チーズ、え、ほんのりあったかい感じ。桜チップで作るチーズの燻製がめちゃくちゃ美味しいです。甘っ。あー、美味しい。
最後にふわってスモークの香りが、うまっ。あ、これリピート確定です。チーズはリピート。チップスいきましょう。まずノーマル、あ、いい感じでね、チーズが絡んでて結果オーライな感じです。サクサクなのかな、パリっていう感じではないです。いただきます。あー、こういうこと？軽くじゃがいもに戻った。じゃがいもに戻ってるわ、この子。のり塩、あ、うまい。まあ、のり塩うまっ。ポテトをなんかフライパンで炒めて、のり塩で味付けして、で、チーズがトッピングされてるから、のり塩のスモークが、え、なんだろう、これドイツビールと合いそうなおつまみって感じになりました。うん、うまいし、うん、チーズが効いてる。そのままでも美味しいけど、チーズかかっちゃってるから、もうなおよしって感じです。じゃあもう一回ノーマル。うん、焦げたじゃがいもって感じじゃない。え、のり塩神がかってる、これ。うまっ。うん、のり塩チーズでもう一回やってもいいかもしれない。卵、うわ、まだ湯気が出てる。うん、外側ほんのり燻製の甘みで、塩欲しい。燻製卵って味付け何で食べるんですかね。前回バーベキューでやった煮卵で、味がついてる卵で燻製にしたらめっちゃ最高だね、これ。最後はハム。これ味付けは岩塩と白胡椒のみで、シンプルな味付けなので風味が増して絶対美味しいんだよね。あ、米欲しい。美味しい。そのまんまでも美味しい味してるのに、さらに後からふわって風味付けでついてるから、もう超最高です。はい、というわけで今回はお家でもあのバーベキューをした時の燻製を味わいたいということで、自宅でもできるもくもくクイックスモーカー S を使って燻製料理にチャレンジしてみました。チーズがね、すっごく美味しくって、卵とかハムが8分だったんですけど、チーズは5分って書いてあったんですよ。チーズにはチーズ用の加熱時間があったので、今回溶けちゃったのかなと思います。なのでね、今度はね、チップスもすごい香りが強くついてたので、チーズと同じぐらいの時間帯でいいと思うんで、物ごとに加熱時間を分けてやったら、それぞれ美味しくいただけるんじゃないかなっていうふうに思いました。ぜひよかったら参考にしてみてください。いかがでしたでしょうか。この動画がよかったらグッドボタンと、まだの方チャンネル登録お待ちしております。 Twitter、Instagram いますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。関連動画や再生リストからまだまだたくさん動画ありますので、次の動画も見てください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。